ドメンさん、こんにちは。こんばんは。ゆうころです。今回なんですけども、こちらウルフデイトナを使って5月クエストレベル14のテンプレ編成紹介していこうと思います。この編成組んときはもうとりあえずめっちゃ簡単に石14個取れるし、編成難易度もめっちゃ高いわけじゃないのでかなり組みやすいと思います。まあ、早速編成紹介していこうと思います。今日使う編成こんな感じです。はい、リダーウルトナ遅延4つ、神キラー2突、そしてこちらツバイハンダー継承ですね。はい、こちら 2A2 つに神キラー攻撃キラー武器ということで採用しております。はい、最悪 2A 2個持ち武器でもいいですが、その場合あのターンが長くなりますのでご注意ください。でカリドラです。冬上限解放、そして光武器継承です。いつものカリドラです。でトリッシュスキブに遅延4つつけてあげて、こちらメビウス武器継承ですね。はい、からのこちらマリクです。冬、そしてドフラミンゴ武器継承で潜在は自由。からのこちらポップ、暗闇耐性にこちら、スキルがサボ武器継承ですね。はい、でラストフレンドウルトナです。チェーン4つ、カメキラー2つにツバイハンダー継承って感じになってます。今日はこちらのウルトナ編成を使ってね、実際にレベル10やっていこうと思います。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。行きましょう。まずは1階層です。リダフレウルトナ打ってあげて殴ります。はい、リダフレウルトナ、はい、でトリッシュ継承のメビウス、アリドラドフィ打ってあげて3ターンヘイストでからのウルトナ打ちます。はい、でまあ火水光の3ウェイ含んでまず一発削りです。全力コンボ組んだらワンパンできるんですけど、まあワンパンする必要ないんで、まず一旦これで一発殴ります。16コンボです。メビウス激炎で耐久 OK でウルトナ打って2パンしていきましょう。そう、はい、これで2パンです。発狂粉でも大丈夫なんで安心してください。12、13組んであげて、さあこれで2パンしていきます。 OK。 さあ続きまして2階層です。デブ来た場合はメビウス激減で耐久できるので安心だし、これ以降のデブはトリッシュの軽減で耐久できます。でデブはすぐにサボ打てますので、サボ打ってあげてウルトナ殴りしていきましょう。だからね、デブの2発目以降の効果力の攻撃は食らわないので、トリッシュの軽減もしくはメビウスの激減でしっかり耐久ができます。2階層出現は別に当たりでも外れでもないな。3階層とかで出るのが嬉しいのかな。あ、てかまあスーパンしてもいいけど、じゃあまあこれで1ターン待ってからトリッシュ打ってウルトナを倒していきます。はい、これであとはしっかりと 2A 含んであげて2パンしていきましょう。人光の 2A の火力で多分楽勝で倒しきれます。15コンボで突破していきましょう。ゲイ、こいつ HP はめっちゃ低いからね、火力高いけど。3階層です。アミエルは、まあ、カリドラ打って全力コンボ殴りなんですけど、全力コンボっていうかカリドラ打って火水光3ウェイ止めて軽く削りで殴るか、もしくはもう例えばなんて言うんだろう、ちょっと削ってからカリドラ全力ワンパンの2択ですかね。まあ、僕は絶対に楽なんで、ちょっとあのレシート完全無視してまずちょっと削ります。でからのカリドラウルトナで2パンしていきましょう。はい、まあ、ただ安定させたい人は絶対にレシートの通りやってほしくて、レシートの通りね、普通に。カリドラ打ってちょっと削ってからカリドラ打って2パンっていうのが楽だと思います。はい、ただ僕はめんどくさがりなんで、ちょっと削ってあげてから、あとはカリドラ打って全力2パンしていきましょう。これだと6ターンかかるところを2ターンで突破できます。まあ、その代わりね、マリクが溜まってるかとか、ポップが溜まってるかとかは注意してください。4階層です。マリク打ちましょう。マリク。ウルトナ。突破です。はい、これで 2A 含んであげて倒し切っていきましょう。はい、このままもうしっかりと 2A 組んで突破していきます。 OK。 続きまして5階層です。5階層はポップ打ってあげて吸収無効発動していきます。ポップからのウルトナ、
まあこんな感じで 2way 組んで上げて殴っていきましょう。2ターン吸収無効なんで、はい、これでぶん殴っていきます。余裕でワンパンスね、倒していきましょう。さあ6階層です。ここはウルトまで殴っていきます。まあ1回全力コンボしましょう。でまあ6階上は水の L 字が組めますので、水の L 字組みます。はい、これで水 L 組んであげて、火か水の L で6解除だからの殴っていきましょう。あそこお前防御2ジョークか。じゃあカリドラ貯めます。で半分時マリクとポップ打ちたいので、まあそこだけ注意って感じです。あ、打つ順番間違えた。まあまあいけるでしょう。ほい。OK。必ず先にね、カリドラ打ってからウルトナ打ってください。俺、このミス死ぬまでやるんじゃないかな。パズドラ引退するまでカリドラ、カリドラとウルトナの打つ順番間違えると思う。正直。15コンボ。さあ、これで殴りです。はい。大体2パンできる編成なんで、普通に。半分まではね。2パンっていうのかな、これ。なんていうの ?4 パンか、だから。4パン編成なんで、はい、1コンボ耐久です。 HP は必ず70万以上確保してください。でかつ半分時にマリックとウルトナが打てるか確認してもらって、マリックウルトナが打てる状況でカリドラからのウルトナで半分まで持っていきます。はい、ではこんな感じで火水光の 2A 含んであげて半分まで持っていきます。14コンボです。でこれで半分まで削りで、しっかりトリシの軽減がある状態で半分まで持っていきます。 OK。 でこれで発狂対策、半分時ポップからのマリクからのウルトナ打って殴ります。まあ、ちょい控えめ、こんな感じで火水光の 2way1 セットずつぐらいですね、削ってあげて、おお落ち込んすごいな、おすごい。でこれでまず一発削り、はい、でからのウルトナ打って1ターン耐久、毒消さないように注意ね。であとはカリドラウルトナ打って倒していきましょうっていう編成でした。はい、もうほんとね、もう流れ自体もすごく楽ですし、レベル順ちょっとめんどくさいダンジョンではあるんですけど、まあ、この S 組んでもらえればまあぐだることもなく勝てるかなと思います。はい、でまあとりあえずこの遠征もめっちゃおすすめやし、あとまあこの遠征組めない人はね、あのユーコールチャンネルで上がってる初日に上がったレベル順編成もすごい楽に勝てますので、どちらでも問題ないかなと思います。ぜひね、好きな方組んでやってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。